しみこ超意識低い KTV。 こんにちは、小声のヤッピー、ただいまですね、私富山空港に来ておりまして、これから飛行機に乗るんですけども、なんで行くかというとですね、このクロスカントリー選手のね、海老名貴則くんの結婚式にこれから行くんですけども、事件が起きました。早速、札幌の旅、いきなり事件が起きました。結婚式に来たのに私スーツ忘れました。スーツ忘れました。やらかしました。カバンの中に革靴とは入れてきたんですけど、はい、ここは全部忘れました。はい、なのでどうやってこれから結婚式に出ようか必死に考えます。とりあえず飛行機乗ります。はい、行ってきます。ありがとうございます。うん、あ、結婚式にちょ顔は映さないとくわ、手元だけ匂わせとくわ。清水誰と言ってんだ。北海道に行きます。皆様お近くのモニターをご覧ください。寒いです。札幌着きました。超寒い。ついついコート着ちゃいました。いや、スーツ今から買いに行ってきます。何買おうかな。こちらエッポレワルマーニ、こんなとこでスーツは、スーツスクエア、ここで買うか。スーツ忘れたとかバカなの？何しに札幌来たの？本当、結婚式にスーツ忘れるなんて本当アリエッティ。接客してほしい。マジで接客してくれないかな。じゃないと何買っていいか分かりません。裾直しができなくて断られました、1件目。ただですね、重要なヒントをいただいてですね、洋服の青山に行けば、気に入ったスーツさえあればその場で裾直しなどしてくれるってことなので、ちょっと大丈夫かな俺明日。頼む救世主、俺にスーツをくれ。よー、寿司三昧。こちらの方に一筆入れさせていただきたいと思います。なんかですね、こういうなんか意味があるらしいんですけど、今回はですね、愛、感謝、お金、信頼の中でお金の方をですね、入れたいと思います。ヤッピーチャンネル、ヤッピーチャンネルのやつだ。撮ってますか？撮ってるよ。スーツやっぱり忘れてた。